綾辻さん。勝手に喋らない。すみません。胸が。立花くん、見ちゃったんだ。そっか。気に触ったんなら謝るよ。だから、とにかく離れて。ごめん。これから少し付き合ってくれる？でも、付き合ってくれる？はい。あやだね、そんなんじゃまだ。私のこと見ててね、スッタースッタ。お？ご褒美にもう一度触ってみる？いえ、それは、冗談に決まってるでしょ。